三台の火星探査車、ソジャーナ、メール、キュリオシティ。探査車、もしくは、ローバーとは、宇宙開発において、地球外の天体の表面を移動し、観測するために使われる車両。いくつかの探査車は、宇宙飛行士の移動を行うために設計されているが、多くのものは、部分的、あるいは全体が、自立型ロボットである。探査車は、 着陸機の形式の宇宙機に乗せられて、探査対象の天体表面に到達する。探査車は、移動ができない着陸機に比べ、より多くの地域を探査でき、稼働であることで機能を、より意義深い方向に向けることができるなど、いくつかの利点を持っている。太陽光パネルで電力を得ていれば、冬の期間を乗り切るために、日当たりの良い場所に移動することが可能になる。また、 探査者は情報伝達速度が有限であるために反事率を必要とする遠隔機器のより良い運用についての知識を拡充する。軌道周回機よりも大きな利点として微視的な観点から観測でき、物理的な実験を行うことができる。軌道周回機と比べた探査者の欠点は着陸などのリスクにより失敗の可能性が高いこと。 観測地点はおおよそ着陸地点の周辺に限られることなどが挙げられる。探査車は他の天体に到達し、地球上とは大きく異なる状況で利用されるため、設計上のいくつかの要求を満たすように作られている。探査車は強い加速度、高温や低温、気圧の変化、ゴミ、腐食、宇宙船などへ耐えることが必要で、調査に必要な期間、 修理なしに動き続けることが必要である。巡航設定のソジャーナ探査車は多くが限りある宇宙機の容石に搭載物として乗せるために小さく詰め込み展開する必要がある。また宇宙機に取り付けられており、これらの接続を解除するための機器が導入されている。他の天体に着陸した探査車は地球からの距離が非常に大きく。 電波の速度がリアルタイムや近、リアルタイム通信には遅すぎるためリアルタイムでの遠隔操作は不可能である。例えば、火星から地球への信号の到達には3分から21分かかる。探査車はナビやデータ収集が想定されるまで運用センターからの小さな操作で自律的に運用できるが、一方で彼らは目標を識別してどう航行するか。 太陽エネルギーを最大にするためどのように位置するか、決定するかなど人間の操作を必要である。探査者に単純な区別をするためのいくらかの初歩的な視覚的、識別能力を与えることで運用者の探査のスピードアップを可能にする。アポロとルノホートの着陸地点ソビエトのルノホート1号は地球外に到達した世界初の探査者である。ソビエト連邦は ルノホート1号をルナ17号に乗せて1970年11月10日に打ち上げ11月15日につき周回軌道に到達した。宇宙機は11月17日に雨の海に難着陸した。着陸機はルノホート1号が月面に降り入るためのスロープを持っており、月面への到着は6時28分 UT に行われた。 1970年11月17日から1970年11月22日までの間に探査車は197メートルを移動し、10回の通信によって14枚の月面の近接写真と12枚のパノラマ画像を地球に送った。また、月面の土壌を分析した。最後の通信成功は1971年9月14日であった。 11ヶ月にわたって稼働し、この記録はメールが新しい記録を打ち立てるまで30年にわたって保持された。アポロ15号ローバーナサは、アポロ15号、アポロ16号、アポロ17号で3台の LRV を月に送っている。これらの探査車は遠隔操作ではなく、宇宙飛行士が登場して運転するために製造された。ルノホート2号ルノホート2号は、 ソビエト連邦がルノォート計画の2号機として月に投入した無人探査車。遠隔操作探査ロボットとして他の天体に投入された2機目の探査車であった。ソビエト連邦は1973年1月8日にルナ21号と共にルノォート2号を打ち上げ、月周回軌道には1月12日に投入、1月15日に晴れの海東端に南着陸した。 月面での運用は1973年1月16日から始まった。着陸用の傾斜路を降り、1時14分に月面に降りた。その後4ヶ月にわたって運用され、37km を走行し、86枚のパノラマ画像と8万枚の TV 写真を地球に送り、月の土壌の調査も行った。マルス号とマルス号には着陸機計画があり、 探査車は 4.5kg と小型であった。探査機は着陸機と15メートルのケーブルで繋がれており、火星表面をスキーで移動する計画であった。地球からの信号による遠隔操作を行うには距離が遠すぎるため、自動的に障害を避けるために2つの小さな金属棒が用いられた。探査車は着陸後にマニピュレーターアームで表面に降ろされる計画であり、 カメラの視野内を移動させ1.5メートルごとに測定を行う予定だった。火星の土に残る移動痕が火星の土壌特性を決めるために記録された。着陸に失敗したために探査車が展開されることはなかった。ソ連は1977年3期目の遠隔操作が立つ期探査車を月に送る計画を持っていたが打ち上げ可能気がなく、 ロケットも探査車も製造する資金が足りなかったために計画は中止された。マルソ砲とはソ連が火星探査のために計画した大型探査車。遠隔操作と自動操作のハイブリッドの計画でマルス4に m n の一部として計画され、1970年時点の予定では1973年に未成の N-1 で打ち上げられる予定であった。火星における ソジャーナ・マーズ・パスファインダーでは着陸機とソジャーナと呼ばれる探査車が火星に送られ、NASA はマーズ・パスファインダーを1996年12月4日に打ち上げ、1997年7月4日に火星のクジュセ平原と呼ばれる地域に着陸した。着陸から1997年9月27日に 最後の情報が送信されるまでの間に着陸機から16,500の画像が、ソジャーナから550の画像が送られ、15回以上、火星の岩石や土の科学調査データや、風や、その他の気象状況のデータが送られた。ビーグル2号では、小型の、モグラと呼ばれる、地表化探査装置が積まれ、ロボットアームで展開される予定であった。プルートは、圧縮バネ機構を持ち、 分速2 0ト、mm、ルの速さで地表を移動し、火星地表に穴を掘り、地表の下にある物質資料を先端のくぼみに収集する予定であった。ビーグル2号は2003年に着陸に失敗したとされており、活動はできなかった。スピリットスピリットは2004年から2010年にかけて活動した火星探査車。NASA のマーズエクスプロレーションローバー計画の2機の ローバーのうち一機であり、2004年1月4日4時35分に火星に着陸した。航続機オポチュニティより3週間早く、グセフクレーターに着陸している。名前は、ナサ公園の学生作文コンクールから選ばれたもので、ある。2009年末、動きが取れなくなり、2010年3月22日に地球との最後の通信が行われた。 マーズエクスプロレーションローバーオポチュニティは、マーズエクスプロレーションローバーの一機で2003年7月7日に打ち上げられ、スピリットの火星到達3週間後の2004年1月25日5時5分に、火星に、ベリディアに平原に着陸した。2014年7月28日、走行距離が25マイルに達し、ルノホート2号の記録を抜き、41年ぶりに探査車による、 地球外の走行距離記録を塗り替えた。2018年6月に砂嵐によって充電不能に陥って通信が途絶え、2019年2月14日にミッションが終了した。玉都号は中華人民共和国の月探査計画ー下3号に搭載されたロボットガツ探査車である。ー下3号は2013年12月14日に月面南着陸に成功し、玉都号は 翌15日より活動を開始した。中国の最初の月探査者であり、中国国家公典局による乗馬計画の第二フェーズとされている。観測開始後にトラブルに見舞われ、2014年の途中からは自走不能な状態となったが、観測機器は稼働を続けた。月面車の稼働記録を更新して2016年8月に活動を停止した。 日本の弱さが小惑星に送った探査機。ミネルバは2005年に小惑星イトカワに投下されたが、着陸に失敗。後継機のミネルバ2が2018年9月21日、地球から3億キロの距離にある小惑星リュウグウの地表への着地に成功した。着陸後はジャンプして移動したことが撮影した写真により確認され、小惑星など、 重力の小さい天体上で探査機が着陸、移動、写真撮影に成功したのはいずれも世界初の実績となった。ミネルバニジャクサが開発した小型ローバー蒸気のミネルバと同じく跳ねて移動するため、車輪等の移動装置は搭載されておらず、本体内部にあるモーターの回転を利用して移動をする。2018年9月22日、2機のローバーは着陸に成功。 少なくとも一機が移動に成功した。キュリオシティ2011年11月26日、NASA のマーズサイエンスラボラトリーが成功裏に打ち上げられた。キュリオシティは2012年8月に成功裏に火星に着陸し、火星にこれまで生命が存在できたかや、過去、現在の火星の生命の可能性を調査するために探査を行っている。チャンドラー2号計画は、 インドの探査計画で、オービターとローバーが構想されている。学生に探査者の設計を行う機会が与えられ、150人の学生が設計を提案し、そのうち6案が選定された。これらの案は、インドリモートセンシングセンターで実演され、インド宇宙研究機構でも行う予定である。 当初はランダーも含めたロシアとの共同計画とされ、ロシアの設計した探査車の重さは5 0ラムで、6つの車輪を持ち太陽光パネルで発電して走行するものであった。ごく近くに着陸し、1年にわたって運用される予定であり、最大速度は時速360メートルで1 5 0トル程度の探査を見込んでいる。当初、打ち上げは2014年を見込んでいたが、 インド単独への計画に変更の後、2017年3月の報道では2018年の第一四半期に延期されている。欧州宇宙機関は現在2018年に打ち上げ予定のエクソマーズ計画で利用される予定の探査車エクソマーズローバーの試作型の設計と開発、試験を行っている。2009年の時点で NASA は 将来の月計画のための計画を立てており、これは人間が乗り込む用途の探査者を含む予定である。ありがとうございます。